今回のテーマは家の備え乾燥野菜熊本市在住で防災ともいく管理士一級の松永理恵さんに教えてもらいます家の備えで大事なのが非常食です非常食は最低3日分できれば1週間分これを家族の人数分常備しておくことが鉄則です 非常食といえばレトルト商品やカップ麺がすぐに思い浮かびますが、忘れてはいけないのが野菜。栄養が偏らないために必ずストックしましょう。生野菜のストックは難しいので、私のおすすめは野菜ジュースや野菜スープです。野菜スープは食卓に並べると華やかになりますし、気分が上がります。災害時は気持ちのモチベーションを上げることも大切なので、ぜひ非常食にプラスしてください。 小さなお子様がいる家庭は野菜ジュースもおすすめです。こちらは長期保存用があります。手軽に使える乾燥野菜やドライフルーツも優秀です。乾燥野菜は皮剥きなどの下ごしらえがいらず、ゴミが出ないことも災害時には助かりますね。松永さんは、例えば切り干し大根はカップラーメンやスープに入れて食べているそうです。 災害時、野菜はなくなる可能性が高いので、今備えておいてください。ドライフルーツはレトルト食品などで摂り過ぎた塩分を排出してくれる効果が期待できます。体調を整えるためにもストックしておくと良さそうです。